インドの菜食料理インドは住民の40%が菜食主義者である。思想的な起源はインド発祥のヒンドゥー教やジャイナ教の基本であるアヒンサーであり2000年以上の歴史がある。インドにおける菜食主義は紀元前後から6世紀に遡る。当時インド北部を支配していたアーリア人は反農耕、反牧地区の民族で日常的に肉食をしていた。 また彼らの宗教であるバラモン教は、司祭階級であるバラモンが神に対し動物や、時に人間の犠牲を捧げる祭祀を行っていた。当時都市の商人などに広まった仏教やジャイナ教は、動物公家を否定し、バラモンを批判した。この後バラモンは、積極的に不摂生、彩色主義に移行してゆき、バラモン教も様々な外部要素を取り入れて、 現在のヒンドゥー教へと変貌して行った。ヒンドゥー教との生活規範を示したマヌ法典は紀元前2世紀から後2世紀にかけて編纂されたもので、釘のための肉食は容認しているが無害の生き物を殺すことを否定している。バラモンを批判したジャイナ教は自身も非暴力を徹底し極端な菜食主義を続けているが、仏教では厳密には 肉食を禁止しなかった。バラモン階級は、インドのカーストの最上位に位置し、菜食主義についても厳格に対応しているが、バラモンに続く上位階層も、菜食主義を模倣している。なお一部のヒンドゥー教寺院、例えば、コルカタのカーリーガート寺院では現在でも、毎日ヤギが、いけにえとして捧げられている。インドの食品に付されるラベル。緑が、 菜食主義者用赤が非菜食主義者用厳密に動物性の食物を口にしない菜食主義者もいるが乳製品や卵あるいは魚を食べる菜食主義者も存在するその人が何を食べるが何が食べられないかはその人の家系によって決まっているインドでは血を流すことが大いなる汚れとみなされるため血を流さずに入手できる乳製品を食べる父菜食や 乳製品に加えて卵を口にする卵自地菜食もいる。一般に上位カーストの人ほど食物に対する規制が厳しい。ピュアベジタリアンにはジャイナ教徒、保守的なヒンドゥー教徒、厳格なバラモン家系の人、修行者などがいる。野菜の中でも根菜類は採取時に地中の虫を殺すことがあるため、非暴力を重視するジャイナ教徒や、 カシミール地方のバラモン階級の人はこれらを食べない。ベンガル地方のバラモン階級の人は特別な日を除いて魚を食べることが許されているが、他地域の最食主義者は精進料理のカツオ節の出汁で取った味噌汁も飲まない。インドの人口の約12%を占めるイスラム教や同じく2%を占めるスイク教は肉食を禁じていない。個人の菜食主義のレベルは 生まれた家系で決まっており、カーストと同様に変更できないものであった。マハトマガンディーが若い頃に肉食をしたが、ロンドン留学に際し親戚から肉食を禁じられた、ためロンドンでは、菜食を通したことや、1940年代に所属するカーストの決まりに反して、チキンを食べた若者が長老会議にかけられたなどの逸話がある。しかし現在では、 バラモン階級でも肉食へのタブーは揺らぎつつある。インドでは飲酒は悪兵として比較的忌避されるが、肉食のように不可というわけではない。インド人が酒を飲まない理由は、酔っ払って判断力が鈍ると、ベジタリアン料理と非ベジタリアン料理が区別できなくなってしまうからである。エアインディアでは、菜食主義者が肉類を残し食品廃棄物を増加させていることに着目。 2017年より、エコノミー席向けの機内食で肉類を提供することをやめることを公表している。ありがとうございます。